ルーン・プリンセスは、エンター・ブレインの雑誌、ディア・ミー、及び、マジキューで連載されていた、読者参加企画。荒井明のライトノベル作品、ルーン・ウルフは逃がさない、に登場する、13王国の数千年後の世界に、存在する、新13王国が舞台となっている。イラストレーションキャラクターデザインは、ルーン・ウルフと同じミサクラ軟骨。 新十三王国の国々はいつか世界を救うために現れると信じられている。勇者を迎えるために党を築き、各国のプリンセスが国を代表して党に子守勇者の出現を願って祈りを捧げている。新十三王国のうち、新王子女王国は滅亡して遺跡を残すのみとなっている。プリンセスソフトより2005年11月24日に発売された。太陽騎手は プレイステーションに山の手線の沿線に出現した十二の塔に住まう十二人のプリンセスと主人公の学園生活を描く。すべてエンターブレイン館。エンターブレインから発売されているディアミーで好評連載の作品のイメージアルバム。キャラクターソングや短編ドラマなどを収録。雲の向こうへベアトリス・アリエステーマティルデ・ガストシュタイン・メアリテ。 サジテリアリアシャンシャンフーロンシェフロランスジェモニーナーナ、スターシャチリエスカイアメリー、コーランド番外編、聖十三国女学園エンターブレインから発売されているディアミーで、好評連載の作品のイメージアルバム第2弾。イメージソングや全12キャラ中6人のキャラクター分のミニドラマなどを収録。雲の向こうへ、メルシリス、ハイダラー・キャサリン・リオランド・カタルシア・ジュゴニセラ。 イングリッド・ピスド・テル・マリン・カイ・スコルピオ・ネ・エミー・アクエリス・ピュア・ホワイト・番外編、聖十三王国女子寮、ルーン・プリンセス・ボーカル・アルバムは、読者参加企画、ルーン・プリンセスの、キャラクター・ソング・アルバム。プロローグ、4時12分届きますように。4時58分アップ・カレント、3時51分くんに、ハニー・パイ。 3時54分ふんわりめしませ。4時フリルな気分。4時31分小さな女の子は好きですか。3時53分維新伝心。5時8分キット、もっと。3時45分フィギュアドドリーム。4時8分ドロップオブウィッシュ。6時7分ドレス。4時49分夢の続き。3時54分エピローグ。2時23分ルーンプライドディナーパーティークへの ステップ A はオクアクロスインザレイン熱烈台風シャオジェ、インドイアルスピリッツボッカは、百役の長野のレス人情何はせつ、キャットウォーカーの歯が落ちたら、ティータイム単純明快ラッキーガールフラッシュバック、ステイハッピーデーテ祈り星に願いを、おまぬけ、ーフィーリングオブテンションクライシス決心案、オーバーフローイングソーとまた会う日まで願い一つ、ルーンプライド。ありがとうございます。